はい、皆様こんばんは。2月の20日午後9時24分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はーい、それではですね、本日第2部の夜のね、配信を行っていきたいと思いますけれども、皆様日曜日いかがお過ごしでございましたでしょうか。私ビットマン TV は先ほどでございますね、まあ先ほどというよりも8時ぐらいでございましょうかね、自宅の方に戻ってきましてからの収録を準備をしてね、今に至ると。で、まあその前にね、ちょっとね、メンタルマネージャーと2人で、あちらでございます。皆様には前々からお伝えをしておりますけれども、税金でございます。ビットマン TV ようやくでございますね、皆様、税金の、確定申告書類を終わったということで、もうね、お金の計算がもう頭をぐる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 回りまくっておりまして、もう仕事も忙しいよ、もう税金に追われるわ、国から追われるわと、どういった形でね、そしてあとは私の奥様からもね、追われまくっておりますよ。車に関してですね、車をということで、もかなりね、追い詰められているわけでございます。車をね、ちょっと今年あたり、ちょっと買い替えていかないとなと、ものすごくね、もうね、うちの車、これ前も皆様に言いましたけれども、物持ちがEマン TV なんですよ、うちは。かなり物持ちがいいということで、もうね、車自体もね、かなり長く乗っているような状況になっておりますから、まあ、ここはね、ちょっと今年あたり買い替えていこうかなというふうには思っているところでございます。ですから皆様、本当にビットマン TV はね、2022年も引き続き追われまくりマン TV ということで認知していただければなというふうに思います。で、その中でね、お一つ先ほども言いましたように、税金であるとか、あとは仕事関係でございますよね。こちらも3月の半ばぐらいで、まあ一段落をしてくるかなというふうに思いますので、またまたね、こうあちらでございますよ、皆様とね、楽しくワイワイガヤガヤと戯れられる日々がね、来るのかなと、もう本当にね、楽しみで楽しみでね、仕方がないということで、よろしくお願いいたします。そして私の税金の計算をしているね、メンタルマネージャーはもう相も変わらず笑顔です。笑顔でね、対応しておりました。まあね、一緒に計算をねしてくれたわけでございますけども、私の目がね、もうね、うつろになっている中、彼の目はキラ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 しているというね、いつ右パンチ飛ばそうかなというふうに思った次第でございますけれども、まあここはね、先ほども言いましたように、明日あたりかな、出しに行く。そうそう、まあもう一個用事ありましたわ。もう一つありました。何か、免許証の更新でございます。免許証の更新がね、あるということで、明日これまた連チャンで行かないといけないかな。だから確定申告の書類と免許証のね、更新に明日はバチッとね、行かないといけないのかなというふうに思っておる次第でございますので、ここはなんとかね、時間を見つけてグリッとね、その時間の合間をスルスルスルとね、抜けまくりながら、抜けまくりながらね、突き進んでいきたいというふうに思っているビットマン TV でございますので、ぜひとも皆様よろしくお願いいたします。ですから、もし皆様の近くに完全に焦り顔の車に乗ったおっさんがいたら、それ私でございますので、ぜひともですね、よろしくお願いいたします。お声掛けをしていただければね、私はいいですか、ほぼほぼ切れ顔で対応いたしますので、よろしく、お前かビットマン TV はという形でね、言っていただければ、切れ顔で対応ね、させていただきますので、ここはよろしくお願いいたします。もし私じゃない場合は、皆様自己責任ということでね、ここは自己責任ということで、ぜひともぜひともよろしくお願いいたします。ですけども、ヒントは、はい、確定申告の書類、はい、ここもとにかくいいですか、握りつぶすレベルで握りつぶしている男がいたら、それは私、もしくはないしはいいですか、私ゴールド免許でございます。ゴールド免許でございますので OK ですか。ですから免許証のね、更新センターに行って、ここは反面笑顔である男ですから、確定申告の書類をいいですか、切れ気味で持ちながら、あちら免許証の更新センターに笑顔で入っていく男、これはね、すなわち私ビットマン TV でございますので、ぜひともお声掛けをしていただきましたらよろしくお願いいたします。まあね、先ほどは冗談です、切れで対応しますと言いましたけれども、もう満面のね、笑みでいきます。はい、なるべくなら免許証の更新センターないでお願いします。はい、ゴールド免許でね、気分が良くなってきておりますので OK でございましょうか。で、その後からまたね、またね、眉間にシワを酔わせながら、あちらでございます、確定申告の書類を出しに行くところにね、向かっていくというビットマン TV でございますので、ここはね、よろしくよろしくお願いいたします。はい、ですから明日はね、九州南部に住んでいる方、要チェックでね、よろしくお願いいたします。で、行きましょう。まあ、今年ね、車を買うっていう風に言っているわけでございますけども、まあ何にしようかね、まだ具体的には決めていないわけでございますけれども、まあ、いろいろここはね、相談をしながら行こうかなというふうには思ってるしな。さすがに、ランボルギーニのウルスはないです。はい。さすがに今回、ランボルギーニのウルスはね、まあ、ないかなと。で、一応ね、ベンツとか、あとレクサスとかね、あそこら辺はちょっとこう見に行ったわけでございますよ。まあ、ベンツとかね、見に行ってもね、まあ、そんなもう高すぎて、もう街引くみたいな。なんでこんなね、でもね、実際生で見たらね、めちゃくちゃかっこいいですよね。やばいですよね、あれね。AMG、アーマーゲー仕様みたいなものをね、こうなんかこう、ディーラーの方でしょうか、メルセデス・ベンツの方が、なんかこう、
用意をしてくださいまして、そこでね、もうね、アクセルをぜひともと、ぜひともお客様と、アクセルをぜひとも踏んでいただきたいというふうにね、言われましたので、私、完全にビビりながらアクセルをね、ベン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 ってね、やりまして、もうこのままね、乗って帰ろうかなってね、思ったぐらいのね、勢いでね、もう吹かしまくったわけでございますけども、もうアクセルをぜひとも吹かしてみてくださいと、もう本当にね、音がね、わかりますか？今からレーサーになるのみたいなね、形でもすごいんですよ、音が。もうやっぱりかっこいいね、本当に。ですけれどもね、1台あたりもう1500万とか、それぐらいするんですよ、皆さん。高すぎません？高すぎますよね。どう考えたって高えだろ、これみたいな。うん。だってね、九州の南部で田舎に住んでいれば、家が一軒建ちますからね、下手すると。そうなんですよ。家が一軒建つものを、ね、私、ビットマン TV に見せられて、店員の方満面の笑顔でね、アクセルをぜひとも踏んでいただきたいというふうに言われて、私もどういうふうなね、反応していけばいいか。もうマジでですよ、皆様。うん。だからもう冷や汗がね、背中をテーって流れていく。もう、まさにあのこと、あのことでございます。まあね、でも皆様であればですよ、ね。まあ仮想通貨で稼いでいただいて、あちらでベンツをね、現金一括払っちゃうぜ、ダーみたいな形でもうね、店員の方もうそーみたいなね、形多分なると思うわけ。で、一応聞きました、聞きました。うん。どうなんですかと。あ、まあ、多分ベンツとか、その、だいたいどれぐらいで払うんですみんな、みたいなね、形で聞いたら、もう一括で払う方はもうほぼいないと。もう何百台に一台ぐらいのレベルじゃないですかみたいな。一括払いっていうのはね。でも、普通はもうだいたい、まあそういう高いものになると、まああちらでございますよ。まあ会社でね、法人名義で購入をして経費で落とすとか、いう形の方が多いかなと。ですから、まあ個人で買う方で、まあその、いわゆるあちらですよね、ローン回数も少なくする方っていうのは、まああんまりいないですよね、みたいなことは言ってました。だから意外だな、みたいなね、形。うん、だから、だいたい一括かもしくはね、例えばこう3年払いで全部バーンみたいな形。まあそれぐらいはいるかな。で、一応、まあ、もしかしたらね、購入しようかなと思ってる方がもしかしたらいるかもしれませんので、一応言っておきますけれども、見積もり的なものはね、なんかね、一応ね、まあ、カッコつけまんですよ。私の奥様がね、もうカッコつけまん、もうね、ドバイに帰りなさいと、ドバイに帰りなさいというふうにね、言いたいわけでございますけども、もうカッコつけまんでございますから、もうカッコつけまんということでね、言っておきましょう。はい。もうね、これ聞かれた瞬間にね、私完全にね、いいですか、完全に、助走をつけたラリアット、完全に多分ね、長州力張りのラリアットをね、食らう自信があるわけでございますけれども、今聞いてませんから、もうカッコつけまんということでね、共通認識でお願いいたします。私の奥様でございます。ね、カッコつけマンでございますから、なんかね、こうね、例えばですよとね、あちらなんかこうね、500万ぐらい頭金でバチーと入れて、もうね、あなたの頭が車に突っ込んでいくのぐらいで頭金っていう風に言ってました。うん、頭金をね、500万ぐらいバチーとぶっ込んでとね、あとはどうでございましょうかと、25万ぐらい払えば、毎月25万ぐらい支払えば、まあ37回払いで終わりますみたいな形で言ってはおりました。ただなんかなんでした、残価設定みたいなやつなんですか、ちょっとわかんないんですけども、なんか最後の最後に300万ぐらい残るんで、それを一括で払ってくれれば、まあ、あなた方の元の、あなた方の車になりますみたいね。それ、長期ローンやないかいみたいね。長期レンタカーやないかいとか思いながら聞いていたわけでございますけれども、やっぱり今がね、なんかそういうのが主流なんですよ、というふうに言っていたので、放送なんだ、というふうに、まあ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 、一応ね、聞いておりましたけれども、まあそのね、いつ使うかわからない見積もり書を、私の奥様、カッコつけマンがね、もらってきておりましたよ、本当に。本当にね、頭金ってでも頭からどこに突っ込んでいこうかなと思っている次第でございましょうね。本当にね、もう見積もりを出してくださいと言っていたあの笑顔、私はね、一生忘れませんよ、本当に。一生忘れることはね、やっぱりできないということで、ここが、最近あったビットマン TV 系の、ビットマン TV 系の出来事ということでね、押さえておいていただければなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いいたします。まあ、そういった形でね、車に関しても、やっぱりいろいろ考えますよね、本当にね。だから、中古。でもまあまあいいかなと普通に思うんですけどね。ただほら、中古になるとね、こう、やっぱりほら、大きい買い物じゃないですか、車っていうとね。ですからまあ、そんな何年もコロ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 買えるとかいうわけではないので、で、しかも今ビットマン TV 系に乗ってる車なんて、もう本当にね、もう蹴ったら多分タイヤ外れるんですよね、あれね。多分ね、本当に、うん、スライディングタックルかなんかかましたら、多分タイヤ外れていくんじゃないかなって、本当に冗談的と思ってるレベルでボロいんですよ。ですから、ここをね、やっぱりこう、なんとか変えていきたいなと。まあ、でもほら、物持ちいいので乗れるから、で、そんなにね、しょっちゅう遠出することもないですし、だって、言っちゃったら、家と仕事場もほぼ往復するしぐらいしかないんですよね、普段は。で、あとはみんなで例えばメンタルとかで遠出するときは、メンタルマネージャーの車をね、出してくれますので、プリウス。うん。全長がね、大体どうで10センチぐらい短くなったプリウス。うん。あちらをね、まあ出してくれますので、まあそこにみんなで乗っていこうかいな、みたいな形でやっておりますから、まあなんて言うんですかね、そこまで遠出することもそうそうないのでね、あちらなんですよ。まあ、まあ足代わり的なものでという形で、まあ使っているわけでございますけども、それにしてもボロい。もうそれにしてもボロすぎるのでね、ですからまあほら、うん、今度新しく買うものに関しては、やっぱり かなり大きいね買い物になるかなと思いますので、まあちょっとこうね、乗りたい車で、あとほら
子供がいるでしょ二人。うん。子供がいる前から乗ってる車なんですよ。だから、今の車って。だから、もう相当ボロいんですよ。うん。で、なんか子供がいるんで、ちょっとこう、大きめの車にね、しようかなという形でね。やっぱりここはまあ当然ね、ご家族がいる方であればわかると思いますけれども、やっぱり子供とかも乗りますしね。ですからここはちょっと大きい車にしていこうかなというふうに思ってる次第でございます。まあ、車種は何にするかはね、ちょっと今まだ考えどころなんでございますけれども、まあ、ほんとレクサスとかもね、かっこいい。なんか LX? なんか LX? あとあれ、あちら。トヨタの、あれですよ。皆様がね、やっぱりね、こう、いいですよね、っていうふうに言っていたランクル。ランクルの、新型のランクルも一応検討はしてるんですけど、してるんですけど、で、聞きに行ったんですよ。そしたらね、納車4年か5年待ちっていうふうに言われて、いやいや、待て、みたいな、もうね、わかりますかね、納車4、5年。うん。今の車多分乗り続けてると、多分ね、自然とオープンカーになるレベルでボロいんですよ。だから、多分天井とかね、吹っ飛んでいってもね、おかしくないんじゃないかなって思うレベルでボロいんで、もうボロい言ってね、申し訳ないんでございます。本当にそれぐらいなんですよ。ですから、いや、4、5年はさすがにやばくないみたいな。やばいでしょ今、待ちすぎでしょで、その、ランクルも、だから4、5年で、そのレクサスに行った時の LX っていうものも、まあ、4年ぐらい待たないといけないんですよっていうふうに言われて、だから他のものだったら、まあ、半年ぐらい。で、ベンツもだいたいそれぐらいで用意できたものはあると。で、ゲレンデ、ベンツのゲレンデとかになると、やっぱり4年ぐらい待っていかない、いただかないといけないですよねみたいな形で、は言っておりましたけれどもね。もう私はもうね、本当に話半分で、左から耳にプリーってね、もうね、あのお方の言葉がね、もうあの、店員の方のね、お言葉が、もう左から右にパン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 ってね、すり抜けるレベルで聞いていない風に、しておりましたけれども、私のね、カッコつけマン、は、カッコつけマンでございます。奥様、カッコつけマンは、本当に笑顔で、ね、頷いておりました。よろしくお願いいたします。まあ、どういう風になるかはね、まあ、ここは、おいおい決めていきましょうけれども、まあ、私はね、あちらなんですよ、皆様。ちょっと聞いてもらっていいですか？うん。あちらですよ。iPhone とかあるじゃないですか。でね、私は奥様がね、やっぱり今ね、私の奥様が使っている iPhone、なんとね、iPhone 6 Plus。iPhone 6 Plus という、ものすごく昔のやつなんですよ。もうありえないぐらい昔のやつ。はい。で、私はね、なんかのタイミングで、マジでぶち壊れちゃって、もう買い替える以外ないような状況だったんですよ。だからまあ、私は買い替える以外手段がなかったので、まあ、普通に買ったわけでございますけども、私の奥様が使っているそのね、iPhone 6 Plus は、まあ、まだね、現役。ちょっと音がちっちゃいかなぐらい、現役。で、私のね、奥様が本当に iPhone 10 とかですよ。iPhone 11 とか出てるじゃないですか。ね。で、出るたんびにね、やっぱりこう買いたいなと、いうふうに言うわけですよ。でも私は全然いいんですよ。うん。買ってもらってもいいよという形で、ね、言っているわけでございますけども、本人がね、そうね、わかります？ドコモに行くとか言うのがだるいのかな？だから、買ってもいいって言ってんのに、今買わないんですよ。で、ずっと iPhone 6 Plus なんで、だから私はね、買わないのかなと思って、だからほら、言うわけですよ。毎回 iPhone 10 が出た時には、いや、待てとね、来年あたり iPhone 11出るから、みたいな。で、iPhone 11が出たら、いや、待て、みたいなね。来年本当にあと1年か1年半ぐらい待てば、多分ね、iPhone 12の話題出てくると思う。って言ってね、はい、もうずっとそこで、引き伸ばして、今に至るという状況ですから、でも私は買ってもいいよとは言ってる。ガチで言ってます。まあ、でも出るんじゃね、来年あたりもっといいのな、みたいなね、いう風に言っていたら、そうかーってね、そうかーって言って、もうずっと10年ぐらいマジで使ってるんですよ。10年ぐらい本当に iPhone 6 Plus を使い続けているね、奥様ということで、さすがにね、かわいそうかなと思っている次第でございますけれども、まあ、買っても本当にいいよって言ってるんですけどね、なかなか、だるいのかな、行くのかね、なんかだるそうな形。うん。だからなんかね、そういうのがあるので、私の奥様から言わせてもらうと、なんかね、なんかビットマン TV が買うなって言うじゃねえか、みたいな。ね、なんか来年またいいのが出るって言うから、なんかそこにそそられるやないかいみたいな形でね、いや、その気持ちは知らねえよみたいなね、いや、出ると思うから出るって正直に言ってるだけであって、そこに待てないんだったらもう買えばいいじゃんって話をね、マジでしてるんですけどもね、本人はなかなか買えない、うん、買わないのくせしてめちゃくちゃ文句は言うんですよね。音がちっちゃいってね、早く買ってもいいよねって思うんでございますけどもね。だからここがあるので、だからほら、その経緯があるから、車に関しても私にごまかせれるんじゃないかと思ってるんですよ、本人は。わかります？なんかわかります。だからこれいいって言ったら、いや、来年新型出るよ、みたいなね。いや、多分来年新型出ると思うよ、みたいな形でね。あと2年ぐらい待ってれば、多分めっちゃいいのが出てくると思うんだよね、みたいな形でね。もう引き伸ばしまくりましたんで、もうさすがに限界かな、というふうに思ってる次第でございますね。まあね、これは別に作戦とかではなくて、いや、本当に思ったことを言ってるだけ。で、使えるならまだ全然使えばいいんじゃねえかなって思ってるだけですので、それが自然と口からポロって出るんです。でも、彼女から言わせてもらうと、それを言われることで、買うなっていうふうに言われてるような感じがするらしいんですけど、私は買ってもいいってマジで言ってるんですよ。マジで言って
ってるんですよ。買ってもいいよと、別にね。だけども、まあ、出るかもね、みたいな。来年あたり出るかもね、新しいのね、みたいな。だって、ほぼ毎年出てんじゃん、みたいなね、形で言っちゃってるわけです。それ言わない方がいいですよね。まあ、言わない方がいいですよね。だからまあ、そこはね、ちょっと注意しながら行こうかなというふうに思ってる次第でございますので、まあ、これが最近の、まあ、ビットマン TV 系のね、様子でございますので、皆様ぜひとも、ぜひとも気にかけておいてください。ですから、いいですか、いいですか、皆様。うん、車のね、車屋さんにね、いわゆる家族、4人、プラス、1人メンタルマネージャー、ちょっと髭が生えた、メンタルマネージャーがいらっしゃいましたら、それすなわちビットマン TV 系でございます。いいですか。そして、さらに言うと、パジャマで、寝巻きでうろうろしていたらもう、それは100発です。100発100中ビットマン TV 系でございますので、ここは、ぜひともぜひともよろしくお願いいたします。まあね、見積もりだけは家にいっぱいあります。見積もりだけは家にいっぱいありますので、ね、ここは、まあ、眺めていきながら、でもね、2年後ぐらいにね、新型出るんじゃねえのみたいなね、形でちょっと煽っていこうかなというふうに思ってる次第でございます。まあ、冗談でございますけどね、ここはよろしくお願いいたします。まあ、本当にリアルでちょっと買わないとまずいなと、車がね、本当にやばいなと思ってるので、ちょっとここは購入していきましょうということで、よろしくお願いいたします。はい、ごめんなさい。前置きが恐ろしいぐらい長くなってしまったんでございますけれども、行きましょう。今日の内容はですね、重要ニュースがお一つ、そして、チャート分析がビットコイン、イーサリアム、あとはマナですね、マナ。そして、BNB、バイナンスコイン。そして、最後締めくるのは、久々扱います、ソウルで行ってみたいと思いますので、皆様、来る前に行っているビットマン TV、そして見積もり、頭金の話をしまくっている、私の奥様、カッコつけマン TV、ぜひとも楽しんで、ご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッドお願いいたします。でもね、いいですか、ごめんなさいね。今、頭金っていう風に言いましたけども、やっぱ1500万から2000万ぐらいの車を買うならば、そうなるでしょって感じですよね。まあ、さすがに一括はきついかなっていう風にね、やっぱ思いますし、うん。で、私の気持ちとしたら、まあ、ぶっちゃけ一括がいいんですよ。なんかね、ローンとか残したくないタイプの人間なんで、もう一括で払っちゃったらみたいなね、いう風には思うわけですよ。うん。でも、1500から2000ってなるとね、やっぱりねってちょっと考えますから、なんか一発でね、そんな金額がバリで飛んでいくのも、なんか気持ち的に嫌よねみたいなね感じ。まあ、払うお金はまあね、ちょっと高くなるんでございましょうけれども、まあ、そこがあるのでね、まあ、どうなるのかと、頭金組んでローンにするのか、まあ、一括購入が私はね、まあ、理想かなというふうにはね、思っているわけでございますけども、まあ、そこも含めましてね、いろんなことが決まったら、まあ、言っていきましょうということで、よろしくお願いいたします。で、行きましょう。はい。行きまーす。はい。まずはですね、こちら、まあ、まとめニュースみたいな感じで上がってきておりましたよ。行きますよ。アメリカのバイデン政権は来週、仮想通貨に関する規制、監督の政策方針を公開する予定があると、うん、複数のアメリカメディアがね、報じておりますということでございますね。とうとう、こういった流れが出てくるかなというふうに思いますよね。今年2022年は、ルール作りの2022年になる可能性が、これはちょっとありますよね。2022年、ルール作りの2022年というふうになるかもしれません。で、行きましょう。本件に詳しい、はい、政権関係者の内容によりますと、アメリカのね、バイデン大統領は、各関連省庁に向けて、うん、仮想通貨と CBDC、に関する精査を実施し、デジタル資産の規制における、はい、政府全体のね、戦略を立てる大統領命令を発令する予定だとのことです、ということですね。で、具体的には、財務省や司法省を、うん、そして国土安全保障省をね、含む省庁が、うん、仮想通貨、CBDC の決済システムに関する、レポートの作成を命令と。で、また、アメリカのね、科学技術政策局には、うん、CBDC システムをサポートするための、はい、技術的評価をね、行うように指示することになります、ということでございますね。で、仮想通貨規制の方向性に関しては、SEC、CFTC、そして、連邦取引委員会、うん、連銀などが、各自の管轄内で、投資家、消費者、ビジネスを、仮想通貨のリスクからね、保護するための政策を立案するようになる模様ですと。で、1月には、いいですか ?2 月中にも、仮想通貨に関する大統領命令の発令がね、検討されていることが報じられましたと。で、CFTC や SEC、うん、そして財務省などの省庁が、うん、独自の規制アプローチを取ってきましたが、これからはね、ホワイトハウス主導の政府戦略を中心に行動する見込みであるということでございますね。で、また外国政府との協力も計画にあり、うん、外務省、財務省、商務省などは、各国政府とともにね、仮想通貨規制の標準化のために、他国省庁間のフレームワークを作成する可能性があると言いますということでございますね。まあこういった形で、うん、まあ規制の流れが、まあルール整備の流れがね、出てくるかなというふうに思ってる次第でございます。で、まあ書いてますよね。ビットコインの躍進にやっぱり水を差しかねないこの報道は、案の定ビットコインやリップル、イーサリアムの暴落へとつながったということですね。でもいつかはやんないと、こういうことはやんないといけないことでございましょうからね。まあここは、まあ許容範囲なんじゃないかなというふうに思ってる次第でございます。で次行きましょう。
ウクライナ、仮想通貨取引合法化も今ねそんなこと言ってる場合じゃないんじゃないのというふうに思いますけれども、行きましょうか。ロシアとの軍事的緊張が続く、ウクライナの議会は17日仮想通貨取引をね合法とする法案を承認しましたと。で、同国大統領の提案通り国家証券そして株式市場委員会が仮想通貨の監督を担うことに合意と。で、これから仮想通貨を含むね、仮想資産を合法的に取引できるようにするため、市場の活性化に向け期待が高まっていますと。で、同国では昨年仮想通貨取引を合法化する法案を議会がね、採決しましたが、大統領が承認をしませんでしたということでございますね。で、仮想通貨を否定したわけではなく、はい、ごめんなさいね、はい、規制体制の問題点を指摘と。で、仮想通貨を合法化するにあたって新たな規制機関を設立するという、法案の内容に費用の面で問題があると述べていましたということですね。で、大統領は新しいね規制機関を設立する代わりに、既存の機関である国家証券株式市場委員会が仮想通貨の監督を行うことを提案。今回はこの提案がね承認された形で、国家証券株式市場委員会が監督を担うということで、仮想通貨を含む仮想資産の取引がね合法化をされましたということですね。で、今回の承認の発表に際しウクライナの副首相は次のようにコメントしていますと。この法律は我が国に新しい事業機会をもたらすだろうと。で、合法的に外国の仮想通貨企業も運営することができ、ウクライナの国民はグローバルな市場にねアクセスできるようになるということでございますね。で、また市場参加者を法律で保護することも可能であると。で、新しい資産クラスに投資するための、透明性の高い仕組みがね誕生するだろうということでございますね。ですから、まあこういった形でね、ウクライナが仮想通貨取引を合法化しますと。でも、まあね、今ねロシアが侵攻してくるんじゃないか、まあアメリカのバイデン大統領はもうほぼほぼ決めてるでしょと、プーチン大統領も決めてるという風に先ほどニュースでもちょっとちらっと見ました。ですから、まあこのねロシアのウクライナ侵攻っていうのがもうちょっと規定路線で、なんか見受けられるんじゃないかなというふうに思いますので、さらなる下落にはねやっぱり注意しておいてほしいというところでございますよね。ここしなければやっぱり今からまたね持ち上がってくる、可能性はありますけれども、ちょっと世の流れ的にいくとね、侵攻していってからの大幅下落からのでございましょうかね。いろんなチャートをまた作り上げていくというふうな流れになるかなというふうに思っておりますし、あとは3月やっぱりこれ利上げがありますからね、 0.25% か 0.5%っていうところで、まあいろいろ議論が沸き起こっているんでございましょうけれども、やっぱりこの3月のアメリカの利上げに関しましても、やっぱり、ちょっとねナーバスな、ニュースにはなってくるんじゃないかなというところで、やっぱ2月3月あたりっていうのはちょっとね、仮想通貨業界にとっては苦しいね時期になるかもしれませんので、ここはね、一応頭の片隅にはパチリと、収納をしておいてください。よろしくお願いいたします。まあどういう風な形に、ロシアとウクライナのね、情勢がどうなっていくのかっていうのが、まだ急急には出てこないかな。来週あたり再来週、ね、2月いっぱいぐらいにはもしかしたら肩がつくかもしれませんけれども、ここはねニュースでやっぱり注意をしておくべきかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね本日のご案内とあとは重要ニュース以上となります。そしていきましょう。本日のちゃんと分析キパパプーパパプーパパプーパワー、よろしくお願いいたします。お願いいたします。と一旦その前に時飛ばし、はい、それでは再開をしていきたいと思います。まずは、ビットコインですね、見ていきましょう。はい、いきまーす。はい、ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が38,288ドル付近をね推移しているような形になっております。 OK でございましょうか。で、まず見ていただきたいのが、やっぱり週足ですよね。こういった形になっております。はい、週足の雲のね形がちょうど今の金額の、下ぐらい、37,000、ビタでいきますと37,400ドル付近にね、今週足の、強気雲の形がね待ち構えているような形になっておりますので、今からね落ちてくるんであればその金額をつけに来る可能性はね、当然高いでございましょう。逆に言うとその値打ちでね、言ってしまうと持ちこたえてくれるかどうか、特に明日の朝9時には週足が確定をねいたしますので、やっぱり 37,400ドル以上でね週足を確定してくれないと、さらなるやっぱり、週始めからのね下落につながっていくんじゃないかなと。で、もし 37,400ドル割れ込んだような状況で、やっぱり週足確定するといいですか、33,000ドルをもう一回試しに来る可能性がねやっぱり角度としては大きくなってくるんじゃないかなというのがありますので、まずはそこが金額的なね注意点でございましょう。 OK でございましょうか。で、あとは日足でもちょっと見ていきたいわけでございますけれども、日足で見るとこんな形、ちょうどねもう弱気雲が発生しておりまして、まあずっと発生しているわけでございますけれども、そこをね下に割れ込んでしまいました。なんとかね持ちこたえてはいたんでございますよ。 39,500ドル以上でなんとか持ちこたえていたわけでございますけども、まあ昨日言ってましたよね、39,500ドルを割れ込むとやっぱり37,500ドルぐらいまで
目指してやっぱ落ちてくる可能性が高いですよというふうに言っていたんでございますけども、まあ大体その言葉通りにはなっているかなと。やっぱり 39,500 を割れ込んでね、日足の、雲を下に割れ込んだという様相があまりよろしく、あまりとか全然よろしくないので、やっぱり今ずるっと落ちてきてしまっている。だからまたね、今からどうでございましょう、700から800ドル幅ぐらいの下落にはね、備えておくべきかなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いいたします。で、戻ってきたとしてもやっぱりこのね、日足の、雲の下探知、つまり 39,500 ドルでまた頭を押さえつけられてからの下落というところがね想定できますので、もしねショートインをするんであれば、こういった節目となるライン、つまりまあ金額で言うと今さっき言った 39,500 ドルでのショートインをかまして下落をね狙っていくという形がいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いいたします。まあね、ロシアとウクライナの情勢が、肩がつくまではね、ある程度戻ってきたら売り圧がかかってずるっとさらに落ちていって安値をねまあ更新していくっていう形がね、可能性としてはあるかなというふうに思いますので、とにかくウクライナ情勢に関してはねちょっとあちらでございますよ、気を張ってね見ておいてもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いいたします。 OK でございましょうか。で、あとはねどうでございましょう、ちょっとごめんなさい、雲を消しておきましょうかね、ちょっと見にくいので。はい、やっぱりこうね日足レベルで見ると短期がね中期の移動平均線、はい、青いラインが黄色いライン、上から下に、ずりっとね、割れ込んでいるような状況ですから、より一層上値が重いと。そして4時間足レベルはもうもっと嫌ですよね、もっと嫌。やっぱり全ての移動平均線がね上に覆いかぶさっていて、徐々にねこの50日の移動平均線も下に垂れ下がってきておりますから、ちょっとここはねまたまたこう上がろうにもやっぱり、ポイントポイントで押されてしまう。だから今でいくと 39,500、 そして4万ドルに到達したとしても長期の移動平均線が邪魔になるので落ちてくる可能性がある。で、あとはこの4万2000ドルですよね、ここはやっぱりレジスタンスもともと効いていてからのサポートとして、機能を反転してきました。レジスタンスとして意識されていて超えてきてサポート転換したんですけど、もう一回割れてしまった。で、中期の移動平均線がやっぱり4時間足レベルのね中期の移動平均線が被っておりますから、やっぱりこの4万2000ドルっていうのがまたまたね重たくなるかなというふうに思いますので、ショートインをするんであれば上がってきた時に39,500、そして4万ドル、そして4万2000ドルでね、ショートポンポンポンとちょっとずつ積み上げていくのがいいんじゃないかなというふうに思っております。で、もしこれがね右上がりのトレンドライン上に回帰してくるようなことがあれば、ちょっと様相としては良くなってくるかなと。右上がりのこの長い黒いラインですよね、このライン上に乗っかってくるとある程度様相がまたまたね良くなってくるかなというふうに思いますので、やっぱり損切りはね4万3000ドルあたりではきちんとねしていかないとちょっとまずいことにはねなるかなというふうに思いますので、そこはね意識をしておいてください、よろしくお願いいたします。でもまあ今ねそこまで上がってこれる力がもうなかなかないかなと。特に問題が解決しないと、まあいわゆるあれでございますよ、嫌なニュースが流れてきてね一難去ってまた一難というふうに皆様には言っておった次第でございますけれども、やっぱり解決してこないと、力強さがやっぱ出てこない。それまでは上がってきたら売られ、上がってきたら売られのね、このループパターンに入っていく可能性がやっぱ高いので、そこはね注意をしておくべきかなというふうに思います。ですからショートインするにしてもやっぱりこう世の流れを見ながらしていくべきかなと。例えばそのウクライナとロシアの情勢が本当に悪い方向に進みそうだと、だけれどもまだねロシアが侵攻はしてないで、ぐっと反発して上がってきましたってなった時に、さっき言ったね一度ポンポンポンとショート積み上げていって落ちを狙っていく。ただ抜け上がってきてますからね、一気にポーンと抜けてくる可能性もありますので、ショートスクイーズかなんかが起こってね、やっぱり今ショートは積み上がっていると思いますので、ショートスクイーズが起こってあちらでございますよ、上にグッと跳ね上げがね起こる可能性がありますので、ちゃんとした損切り4万3000を超えていったら損をね、切りをしていくっていう風にね見ていくのがいいかなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いいたします。まあ様相としたらね、まあ あまり良くない状況にはなっていますよっていうのはお伝えをさせてください。まあでもねそんなこと考えていてもしょうがないので、まあ落ち着いて相場を見ていきましょうということですよね。3万3000ドルにタッチしてくる、もしくはそこを割り込んだら3万ドルをつけに来る可能性があります。特にそのロシアが侵攻していった場合は株価に当然影響が出てくるでしょうから、ビットコインも仮想通貨自体もねやっぱり3万3000つけて、さらにそこを下持って3万ドルをつけに来るような流れがやっぱり来る可能性もやっぱありますのでね、そういったところを考えてやっぱりこう動いていくべきかなと。ですから今落ちてきているからといって安易に掴んでいくのはちょっと怖いでしょうから、やっぱり待ちの姿勢がいいかな。でもどうしても買いたいと、長期保有目的でもうねどうなろうがずっと持っておくっていう方がいるんであれば、ちょっと打診ぐらいで入れてみるっていうのがね、現物で打診買いをちょっとしてみるっていうのがいいかもしれませんので、ここはよろしくね。まあでも打診と言ったとしても3万7400ドルぐらいでの打診がねいいかなって、そこまでの下げはやっぱり想定ができますので、3万7400ドル付近での、打診エントリーがまあいいかなというふうに思いますのでね、ここはよろしくお願いいたします。はい、まあ焦ってね買う必要もないかなと思いますよ。まあ落ちてくればねより一層ね、ラッキーかなって思う方もたくさんいるかなというふうに思いますので、まあ私も一応そっちの口でございますから、もう落ちてくるなら落ちてこいよみたいなね感じで思っておりますよ。でもし私が資金がないんであれば、もうガチホですね、ガチホの気絶です。はい、もうこれでね私は仕上げていくかなというふうに思いますので、まあここは人それぞれあると思いますけれども、やっぱり変に損切りとかするとね、やっぱりこうあれですよ、跳ね返ってきて結局自分が掴んだ値打ちよりも高い値打ちで掴まないといけなくなってしまうっていうパターンもやっぱりあるので、だからあんま
りね、ごちゃごちゃ動かすのもね、どうかなと思いますので、ここはまあでもね、各々の資金の兼ねを見ながら行くのがいいかなというふうに思いますから、まあここは、考えている方はね、ちょっといろいろちゃんと実行してからね、やってみるのがいいかなというふうに思っている次第でございます。で、売りをかけるにしても、だからいわゆる手締まっていくにしても、長期保有目的のものを今後ね、もう3万ドルあたりつけに来るだろうというふうに思っている方であっても、やっぱり跳ね返りでの売りをしていくのがいいかなと思いますので、ある程度高い金額で売っていきたいと思いますからね、普通はね。ですから、まあ、下がってきてる途中で売るというよりも、やっぱり反発して上がってきた時に、しっかりね、手締まっていく。まあ、ちょっと現物での損にはなるんでございましょうけれども、3万ドル付けに来るだろうと思う方はね、まあ、その戦略もありかな、というふうには思います。OK でございましょうか。まあ、それにしてもね、上がってきてからの手締まいっていう方向が、まあ、いいかなと思いますから、そこはね、意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。はい。で、行きましょう、行きましょう。まあ、こういったところがあるのでね、やっぱり現物は、まあ、やっぱりいいよね、という形。で、FX も、まあ、全然稼げますけれどもね、ショートを打っていけば、まあ、今は結構ショートを打ってる方が多いんじゃないかなと思いますので、だって今のこの状況で4万4000ドル以上をつけに来るっていう動きはまあ多分出てこないと思うんですよね。わかります。今のこの状況でですよ。ですからまあ3月もほら利上げの話がありますし、ですからまあある程度ショートに偏ったね動きをしていってもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここはねよろしくお願いいたします。でも今はもうまた下げてきている途中ですから反発が怖いかなというふうに思いますので、次のショートインは3万7500を明確に割れ込んだらね、ショートインという形で話を進めていっても、まあ下げてきて、普通はねショートインは上がってきている時にショートインをしていくのが普通の基本の路線ですからね。例えば高値を結んだラインに到達してショートインを狙って下げを狙っていくみたいな形が、まあ普通はというか私はねそう思っておる次第でございますので、下げていってる途中でショートインをするのもねやっぱり怖いかなと思いますから、大体こう跳ね返ってきてある程度抑えられるラインでショートインをして下げを落ちを狙っていくみたいな形がねいいかなと思いますので、ここはね、一応、お耳の奥にパチリと収納しておいてください。下げてる途中で入るのはね、これ跳ね返りポイントに到達してきたらそこを超えてしまう可能性もありますので、ちょっとここはね怖いかなと思いますので、意識はしておいてください。はい、次行きまーす。次はこちら行きます。行っちゃいます。ビッツコインがキングならイーサリアマクイーンでございます。うざ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いきまーす。はーい、イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が2630ドル付近をね推移しているような形になっております。で、この通貨に関しましても、ちょっと週足はどうなっているかな、雲が、ここが気になりますね。そうですよね、やっぱり週足の雲の形がいいですか。2480ドルぐらい。2480ドルぐらいで待ち構えておりますから、で、週足のね、雲高突入もしておりますので、そこを加味するとね、やっぱり、日足とか4時間も見ても、やっぱり上値が重いというところで、戻ってきたとしても売り圧がかかってずるっとやっぱり落ちてくる可能性があるかなと。問題がね、回復してこない限り。ですから、2480ドル付近までの落ちはちょっと想定をしておくべきかなと。だから今からまたさらに、140ドル幅ぐらいで落ちてくる可能性はありますので、ここは注意をね、しておきましょう。よろしくお願いいたします。で、もしそのラインを割れてしまった場合、まあ、ビットコインと同じでございますけども、2200ドル付近までの下落はね、さらなる下落っていうものは、ちょっと想定をしておいた方がいいかなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いいたします。OK でございましょうか。で、反発狙いで入っていくんだれば、まあビットコインも同じなんでございますけども、やっぱりこうね、ヒゲ、をつけて、いる部分、長い下ヒゲをつけている部分ですよね。2200ドル付近。っていうのは、まあ、一つね、反発ポイントとしては購入ありかなと。ビットコインだったら3万3000ドル。ただ、ロングインで入るんであったとしても、下落を想定して、やっぱりフルぶち込みというよりも、ある程度ね、3万、例えばビットコインだったら3万3000。で、1000ドル幅ぐらいで3万2000、3万1000、3万みたいな形でね、ポンポンポンと入れていくのがいいかなというふうに思いますので。で、イーサレンも一緒ですね。2200ドルを割れ込んでしまうと、もう一回1700ドル付近を見てくるような可能性があります。大幅下落を起こした時のサポートラインとして効いていた。この1700ドルあたりぐらいまで落ちてくる可能性がちょっとこれはありますので、やっぱり2200ドルから1700ドルでね、バーっと反発狙いでいくんであれば細かくちょっとずつ入れていくみたいな形で、まあこれもいわゆる積み上げ方式ですよね、いくのがいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いいたします。はい。で、日足もちょっと見ていきましょう。日足なんでございますけども、先ほど言いましたけれども、やっぱり日足の雲がね上に覆いかぶさっている。そして各種移動平均線も上にあるということですよね。まあ上値が重いと。そして4時間も見ていただいたら分かるように、全ての移動平均線が上に覆いかぶさっておりますから、やっぱりねこの移動平均線群を全て抜いていかないといけないかなと思いますので、そこを考えるとやっぱり3050ドルっていうのは一つのね、意識されるラインになるんじゃないかなというふうには思ってる次第でございます。まあ3050ドルっていうのがやっぱりこうね、日足レベルの短期と中期の移動平均線をクリアするラインで、まだ長期の移動平均線は2600ドル付近にありますので OK ですか。ですから、3050を超えていければ、ここ
まあ、ここはね、もう成立したので消しておきましょう。はい。このね、右下がりの頭をね、押さえつけられているラインでございますね。一旦はね、逆三尊を作っていてからのネックラインになってたんですけど、ここまで落ちてくるとね、ちょっとこう否定の意識の方が強いかなと思いますので、3220から30ドルぐらい。うん。この付近でしょうね。この付近までの上げがまず一つは期待ができる。だから3050から3230ドル付近の、上げをね、狙っていく。もう抵抗線がないので、この間はね。で、一旦は利確をちょっと3分の1ぐらいしてみると。で、あとは、この高値を結んだラインですよね。やっぱりここは効いてくるでしょうから、このライン、ドルベースで行くならば、いいですか ?2000 と、あ、ごめんなさい、3370ドル付近での、3分の1利確。で、そこを超えていったら、ここですよね。3600ドルの、まあ、全流しという形で見ていくのがいいんじゃないかなと。で、その後にね、やっぱりこの長期の移動平均線、そして3600ドルっていうのは、やっぱり意識はね、されてくるでしょうから、うん、こういった形で、はい、サポートとして機能はしておりますし、OK ですか?もともとレジスタンスとしてもね、こういった形で効いておりました。ですから、3600は意識がされていくでしょうからね。3600を超えていったと、うん、明確に実践として超えていったと確認できたら、ロングインをして3924ドルを狙っていくみたいな形でね、見ていくのがいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いいたします。OK でございましょうか。はい。で、まあ、今はね、先ほど言いましたように、2000と、ごめんなさい、週足もう一回見ましょう。2000と480ドル付近までの下落は想定しておくべき。割れ込んだら2200ドル付近までの下落は、あり得ますよというところが、まあ、注意点。まあ、押さえておくべき事柄でございましょう。よろしくお願いいたします。はい。まあ、情勢がね、いろいろ変わってこないとちょっと難しいかなと。かなりのね、相場感が良くなってくるのは、やっぱり3600ドルを超えてくればね、いい形で上をぐーっと目指していけるでしょうけれども、今はまだね、下目線として、うん、押さえておいてください。はい。まあ、現物買えば2200であるとか、もう1700ドルぐらいまで落ちてきたら結構ここはビッグチャンスになるんじゃないかな。というところで押さえておきましょう。はい、次行きます。次はですね、ごめんなさいね、行きましょう、こちらを見ていきましょう。ディセントラランドのマナをね、見ていきたいというふうに思っております。行きます、行っちゃいます。皆様の大好きなアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。行きまーす。はーい。マナ、ディセントラランドでございますけれども、ただいまの価格が 2.68 ドル付近をね、推移しているような形になっております。OK でございましょうか。で、この通貨に関しましては、ここ、週足のまず雲をね、見ていきたいわ、あ、すいません。週足をね、見ていただきたいわけでございますけれども、週足レベルであれば、この右上がりのね、ライン、をちょっと今割れ込んでいるような状況ですから、まあここですよね、当然。うん、2.85 ドルあたり以上をやっぱりつけてきてからのね、週足確定をしてくれないとちょっとこうね、嫌な形が流れてくるかなと。 OK ですか。で、あと一つはこのね、週足の短期の移動平均線っていうのが今ね、ちょっと割れ込んでいるんですけど、ギリギリサポートとして機能しているので今止まっているような形。 OK です。ですから今のラインをちょうど割れ込んでしまうとやっぱりね、大きく下落をしてくる可能性がありますよと。うん、でどこまで落ちてくるんだって話でございますけども、やっぱりここですよね。意識されるべきは、やっぱりこう、日足の、うん、弱気雲の片んち、まずは。ですから、2.45 ドル付近までの下落は、今の段階では想定しておこうか、おくべきかなと。特にちょっともうちょっと落ちてきたら、ずるっといく可能性があります。で、そこを割れ込んでしまうと、長期の200日移動平均線が 2.2 ドル付近にありますので、ここが、一つ、サポートとしては強くね、効いてくる、うん、可能性があるラインかな、というふうに思いますので、現物買いはね、この長期の移動平均線上で反発狙いで買っていくっていうのはありかな、というふうに思います。OK ですか。やっぱり200日移動平均線はね、下に割れ込まずにやっぱり守りたい勢もたくさんいるでございましょうから、結構ここはね、粘ってくれるんじゃないかなというところで意識はしておいてください。で、悪いのがね、やっぱりこう、日足はまだギリギリいいかなって感じなんですけど、悪いのがこの4時間なんですよね。4時間の、チャートを見ていただくと、やっぱりここ、わかりますよね。短期の移動平均線が、この長期の200をね、上から下にブレイク、いわゆるデッドクロスを起こしかけておりますので、ちょっとこれはね、戻ってこようにもなかなか、うん、まあ長くはないですけど、ヒゲで押されてね、いわゆる売り圧がかかってずっと落ちてきておりますので、そういったところを加味すると、このデッドクロスが成立してしまうとね、さらに上値を重くしてきますよっていうところはね、押さえておきましょう。で、そこからの 2.45 ドル、そして割れ込んだら 2.2 ドルぐらいまでのね、下落が、うん、想定できますので、押さえておいてください。で、あと一つはやっぱりここですよね。ダブル。トップ。はい。ここのネックラインも割れているという事実がありますので、やっぱり三つどもえでね、上値が重いというところがあるので、なかなか抜けるのが億劫かなと。ただ一つは、やっぱりこのね、短期の移動平均線を超えていければ、力強さがまた、うん、もう一回出てくる可能性はありますので、3ドルぐらいまでを目指していけるようなね、形になるかなと思います。この右上がりのサポートラインの裏タッチぐらいまでの上昇は、見ていける可能性がありますので、そこはね、意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。はい。短期の移動平均線を超えていく。つまり 2.、7、8ドルあたりをつけてきてからの3ドルを狙っていくって、まあかなり小幅ですけどね。まあ、理想としたらこの右上がりのトレンドライン上に乗っかってくれば、結構ね、上が開けてくるんじゃないかなと。
雲はありますかね、ありましたよね。邪魔にな、あ、でも雲もね、冷やしレベルの雲も上に突破してきますので、結構いい要素が待っているんじゃないかなというところで、短期並びに FX でロングインをしたい方は3ドルを超えていってからね、ロングインをするのがいいんじゃないかなと。上に上がってきた時はですよ。相場感がちょっと良くなるのは3ドルを超えてきたあたりぐらいから、まぁ、ちょっと良くなってくるんじゃないかなというところで、ここは押さえておいてください。はい、で次行きましょう。次はですね、バイナンスコイン、BNB をね、見ていきたいというふうに思っております。いきますよ。はい、行きます。BNB なんでございますけれども、ただいまの価格が、いきますよ。380ドル付近をね、推移しているような形になっております。OK でございましょうか。で、この通貨に関しましては、まずね、日足で見ていただきたいわけでございますけれども、日足で見るとね、こういった形、うん、高値をね、結んだラインをなかなか抜け切らずに、また押されて落ちてきました。で、そこにね、乗っかって、まあ、ここです。はい。ダブルトップをつけたネックラインもね、ちょうど割れ込んでいるんですよ。ダブルトップをつけたネックラインも割れ込んで成立をしてしまっているので、ちょっとこれはね、様相としてあまり嬉しくはないかなと。で、どこで、まあ、落ちてきた場合止まるかと言ったら、ここですよね。週足の雲の形がちょうど300と54ドル、55ドルあたりにいますので、今からもしかしたら、やっぱりこうね、25ドル幅ぐらいでずるっと落ちてくる可能性がありますから、ここは注意をしておきましょう。逆に言うと、ここまで落ちてきたら、ある程度週足の雲の形、そしてこの黄色いラインね、こちらが、レジサポ、うん、転換線でしょうかね。サポートとしてかなりね、強く効いていた場所でございます。はい。左側に見ていきますけども、レジスタンスとしてはね、もともと意識されておりましたから、OK ですか？こういった形でレジスタンスとして意識。で、ここもそうですね。ちょっともたついております。で、上がってきてからの、まあ、大幅上昇ですよね。起こしておりますから、やっぱりこの350ドル付近っていうのは一つね、意識されるポイントかなと思いますので、まあ、350ドルあたりぐらいまで落ちてきたら、ちょっとね、現物で分割、並びに、あちら、打診ぐらいをね、入れてみる。まあ、分割エントリーはだいたい持ち資金の、どうでしょう、2から3割ぐらい。で、打診はね、やっぱりこう1割ぐらい、1割以下に抑えていくっていうのがビットマン TV の考えでございますので、ここはね、意識をしておいてください。まあ入れたくなるのはわかります。大きく金額をバリッと入れたくなるのはわかりますけれども、やっぱりこうね、まだまだ落ちてくる。うん。もし350ドル割れ込んでしまうような形が来ると、220ドルぐらいまでずるっと行く可能性がこれはね、ありますので、そこはね、さらなる注意がね、必要かなというふうに思いますから、よろしくお願いいたします。OK ですか。で、あと一つがいいですか。ここですよね。ですね、どこだったかな、ちょっとごめんなさいね。週足で見てたかな、4時間だったかな。三尊をね、ちょっとこう作っているような、うん、形にも、そうですね。ちょっと引き目で見たらわかりますよね。ごめんなさい、ごめんなさい。ここですね。ここで、いきますよ。三尊を作ってます。ここです。これです。三尊作ってるので、かなり広い範囲で。ですから、この黄色のライン。はい。つまり348ドル。このラインを明確に割れると、ちょっと220ドル付近までの大暴落が起こってくる可能性、これちょっとありますので、そこは注意をね、しておきましょうということでよろしくお願いします。三尊をね、成立してしまうラインがもうちょっと下げてもいいんですけど、まあ、髭まで加味したらね、340ドルとか、うん、そのあたり、ちょっと修正しておきましょうか。ここ付近。ここですよね。ここで行きましょう。はい、ここ。ですから340ドルですよね。340ドルちょっと割れ込んでしまうと、220ドル付近までの大幅下落がね、起きてくる可能性がありますよっていうのは、押さえておきましょう。よろしくお願いいたします。三尊がね、成立してしまいます。はい、で、最後に行きましょうかね。今日の最後ですけども、ソルを見ていきましょう。ソルですね。行きまーす。はい、ソルなんでございますけれども、ただいまの価格が89ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、この通貨に関しましては、日足レベルで下落チャンネルをずーっと推移しているというところでございますね。で、その中でね、やっぱりこう、で、うん、下落チャンネル内推移なんですけれども、やっぱりこうちょっと上値がね、徐々に重くなってきて、上昇のね、力強さもなくなってきて、というところでございます。で、さらに言うといいですか、ちょっと日足だと分かりにくいんですけど、ちょっと4時間で見ていけば分かるかなと思います。こちらも三尊をね、形成して、これ成立しちゃっております。三尊成立になってますよね。ネックラインをもう下に割れ込んでますので、ですからいいですか、今の値位置っていうのがなかなか抜け切らないポイントということは、ちょっとショート打ちをしていってもね、面白いかもねっていうのは思います。うん、ここでショートインをしてからの、まあ80ドルまでの下落を狙っていく。まあ、ビットコインがね、割れ込んで落ちてきたら、おそらくソルも、赤いラインぐらいまでは、うん、おそらくというか、うん、ほぼほぼの確率で落ちてくるでしょうから、80ドルぐらいまで。ですから、ちょっとそこを見越してね、入れていくっていうのでもいいかもしれません。ショートインでね。だから、レジスタンスからのサポートとして機能はしておりますので、やっぱこの80ドルは意識はされるでしょう。で、ここをもし割れ込んでしまった場合、80ドルを割れ込んでしまった場合は、下落チャンネルのやっぱり形ですよね。67ドル付近までの下落はね、想定をしておくべきかなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いいたします。で、そこまで落ちてくるとね、ちょっと現実的にやっぱりこうね、さらに割れ込んで下に落ちてくるっていうところも、やっぱ見ていける可能性がありますので、そこはね、注意をしておきたいところでございましょう。で、移動平均線もすべて上にあるような状況ですし、4時間もそうですよね。移動平均線群が重たいので、ちょっとこれはね、なかなか億劫な相場がね、続いていくかなと。で、週足もちょっと見ていきたいわけでございますけども、週足の、そうですよね。この中期の移動平均線が結構ね、支えとなっては機能していたんですよ。で、ここを明確に実践部分としても割れ込んでます。黄色の部分、黄色のラインでございますね。今、濃くしました。ですから、やっぱり上に戻ってきたとして、
してもね、どうでございましょうか。100ドル付近ですよね。100ドル付近での押されがね、やっぱりある可能性がありますので、そこは注意をしておきましょう。よろしくお願いいたします。三ゾも成立してますからね。今はショートインのチャンスとして押さえておいてください。はい、それではね、本日の第2部の配信は以上となります。そして行きましょう。チャンネル登録者様がなんと行きますよ。なんと1万674名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。皆様の高評価であるとか、あとはでございますね、コメント等、こちらが要因でガッとね、力強く上がっているのかなと、 YouTube のおすすめにね、上がってきてほしいなというふうに思っている次第でございますけど、本当にね、皆様いつもいつもね、長い動画のお付き合い本当にありがとうございます。私今後ともね、精進していきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。あと、Twitter の方ね、私やっております。カタカナでビットマン TV というふうに入れて、 TV は英語でございます。入れていただければ出てくるような形になりますので、パイナップルがね、結構パイナップルです、はい、散りばめられているツイッターのアカウントになりますので、もしよろしければね、こちらのフォローもしていただければ大変嬉しい限りでございますので、よろしくお願いします。で、あとはごめんなさいね、私が普段使っている海外の取引所、はい、こちらは動画の説明欄の方にね、リンクを貼っておりますので、ぜひともね、ビットマン TV どこ使っているのと、まあ普通のところでございます。はい、バイナンスさん、バイビットさん、あとはゲートさん、ビットルーさん、ビットゲットさん、そして、ドームを扱っている OKX さんですね。こちらを、私、ビットマン TV 利用しておりますので、もしよろしければね、こちら、アカウントをお持ちでない方は、リンクをね、ご活用いただければと思いますので、重ね重ねになりますけれども、ぜひともね、よろしくお願いいたします。はい、それではね、ごめんなさいね、今日の第2部の配信は以上となります。明日に関しましても、またちょっとね、ごめんなさいね、第1部の配信がちょっとどうなるか、できるかちょっとどうかわかりませんので、もしできないときはね、ここは皆様にお伝えをしますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の今日の朝のは大丈夫ですかね。一応昨日の配信でね、言っておりましたので、ツイッターの方には入れては確かなかったかなというふうに思いますので、明日はねちょっとできるかもしれませんし、ちょっと早くなってしまったらできないかもしれませんので、もしね、お休みする場合はね、ちょっとツイッターの方にご連絡いたしますので、ここはねよろしくお願いいたします。はい、まあ3月半ばあたりぐらいまでね、本当にねご了承いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日の第2部の配信以上となります。明日はね、また1回は、必ず配信はいたしますので、こちら楽しみにお待ちください。それでは明日、皆様ね、私も仕事でございます。皆様ね、仕事の方たくさんいらっしゃるでございましょうから、皆さんで、ね、バリバリ頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、それでは、明日またお会いしましょう。ではおやすみなさい。